源田打球は中間、タックル空いてる、中間破っていきました。2対1、そして源田一気に三塁を目指します。タイムリースリーベースヒット、キャプテンの素晴らしいバッティング、タイムリースリーベースで2対1、ライオンズがすぐさま勝ち越しに成功しました。7月好調な源田、そしてこの大事な欲しい場面で打ちました。さあ右中間を綺麗に破ってきました。この今なんかもね、こう高めに浮いたね、ナイスバッティングですよね。やっぱりね、体が開いてないとやっぱりね、こういうバッティングができるんでね、まあね、源田選手ずっと好調キープしてますよね。そうですね、はい、まあ、どんどん WBC の、ね、怪我明け5月終わりから戻ってきましたが。